レック試験対策講座の選び方学科編、担当の大森です。よろしくお願いします。はい、それではですね、学科試験対策講座というのがたくさんレックにはありまして、といってもまあウェブ講座3つなんですけれども、そちらの方ですね、進めさせていただきたいと思います。まずこちらのコンテンツとしましては、通信ウェブの学科特訓ゼミと通信ウェブ学科過去問ポイント講座で、通信ウェブのポイントマスター統計資料道場と3つあります。まあ、レックキャリコン養成講座なんですけども、今年21周年なんですね。資格試験合格のレックはもう40年以上さまざまな資格の受験指導をしてきました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しています。レックの国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座は、キャリアコンサルティング教育家向けの試験対策講座です。講座の内容、特徴、受験料などを案内していきます。まあ、学科試験は両団体でも同じ試験ですけれども、実技試験の内容が異なりますので、受験申請の際はご注意ください。では通信ウェブということで、学科試験対策講座ですね。学科特訓ゼミというのがありまして、こちらはまあ初学者。基礎って書いてありますけども、養成講座の、まあ、テキスト5冊あるんですけど、そちらの5冊をね、ギュッと縮めたような基礎的な内容になっております。まあ、ウェブ通信っていうのは、まあ、オンデマンド方式ですので、ご自身の都合の良い時間に配信期間中は何度でも見ることができる講座ですね。で、2つ目が学科過去問ポイント講座っていうのがね、これは過去問の分析をしています。この辺がよく出たよみたいな感じで、なのでここら辺がまた出ると思うのでっていうのでポイント的にね、やっていきますので、過去問の分析から回答への導き方を学びたい方におすすめの講座になっています。で、3つ目がですね、統計資料が苦手な方、ポイントマスター統計資料道場というのがあります。こちら白書とか統計資料からの出題問題が苦手な方、またですね、逆に統計資料が大好きという方にも人気の講座になっております。まあ、こんな感じで進めていかれるといいのではないかと。まあ、3つも受ける必要はないですけれどもね、気に入っていただければとやつからいいと思います。学科特訓ゼミです。講義内容はキャリアコンサルタントの学科試験に必須の基礎知識と演習形式の講義で定着させる講義です。講座です。レックキャリアコンサルタント養成講座のテキストをもとに作成したオリジナルテキストとレジュメを使用しますということなんですけども、レックの養成講座っていうのがありましてね、そちらの内容がまあちょっと見ていただいてわかると思うんですけど、こんな風に5冊分厚いテキストを学ぶんですね。これ本当にこれ既存的な内容しか入ってないです。でも基礎的なところを間違えるとね、致命的ですので、このテキストの内容を学科特訓ゼミのテキストとして、まあ、よくねテストに出るところを抽出してギューッと1冊にまとめた、こういうテキストがついてます。一通りね、基礎的な内容がついているというこちらと、あとこちらのを見ながらですね、こうレジュメ、まあ、サブノートと思っていただければいいんですけども、こうさらにこのテキストの中身をまとめたノート、こういうノートになってまして、まあ、カッコ抜きされてますので、テキストをしっかり読みながらカッコの中に埋めていくことによって、こう知識を定着していくというような演習付きの講座になってます。本当に基本的なね、基礎的な内容になってますね。これが講座時間が通信ウェブで5時間、演習時間は含みませんのでね、自分で止めながら進めていっていただきます。で、受講料は一般価格が15,000円です。レックの受講生の方、養成講座受講生の方は12,000円ということになってますね。2割引き。で、オリジナルテキストとレジュメ付きということで発送いたします。こちらはね。で、大阪の先生なんですけど、南秀和先生が担当しております。社労士の先生ですのでね、法律のところなんか特に詳しくお話ししてくださってますのでね。はい。では次の講座いきましょう。学科過去問ポイント講座というのは、講座内容は、前回はね、聞くだけ過去問という名前にしてたんですけども、中身は同じなんですけどね、ちょっとタイトルだけ変えました。まあ、第1回試験からの品質分野を分析して、
過去問直近3回分を分野別、分野別というのは法律、統計、理論、その他っていう4分野に、ね、分けて整理してます。で、そこで回答の導き方を学びます。レックベテラン講師の藤原講師が分かりやすく解説していて、通勤時間や家事の合間に、過去問解説を聞くだけでもね、理解が深まるというような講座の作りになっています。で、講座時間は通信ウェブで9時間です。長いですけどね。過去問3回分ということですから、3時間、3時間、3時間ということですね。で、受講料。一般価格12,500円。レックの受講生は10,000円ということで。で、過去問なんですけど、まあ、先生は過去問を読んでくれてますけど、過去問の実際、冊子みたいなものは、著作権の関係上ね、レックから配布することはできないので、キャリアコンサルティング協議会のホームページから、ご自身でダウンロードしてご準備いただければと思います。過去問なんですけどね、こういう感じですね。こういうのが、ダウンロードして、で、本当にこれ配られている問題で、一番最初にも注意点なども書いてありますし、あと中身はね、問題。あと、回答はね、数字だけなんですよ。こういうような配られているのが。なので、どうから、なんかそういう解説をね、藤原先生やってくれてますので、ぜひこちら過去問しっかりやりたい方、やった方がいいと思いますので、これを3回分ダウンロードしておいていただいて、で、受けられるといいかなということになっております。はい、次いきますね。ポイントマスター統計資料道場という講義なんですけども、講義内容は、これね、前回学科統計資料スピードマスター道場という名前にしてたんですけども、ちょっと名称を変えただけで中身は一緒です。白書、統計資料は社会情勢により傾向や数値が刻々と変化します。当講座は過去問の出題傾向をもとに、今発表されている白書、統計資料のポイントを講義し、演習問題を通じて身につけることができます。試験で品質、優先度が高い統計資料を知り、学習のポイントを抑えることで効率よく学べます。統計ごとに練習問題も掲載、知識定着に役立ちますということなんですけどもね。で、講座時間は、5時間です。で、受講料が一般価格、レック受講生が10,000円。これはもう一般もレック受講生も同じ1万円にしてます。で、小松先生っていうね、中小企業診断士でもある小松先生が、膨大なですね、労働経済白書など、キャリアコンサルティングに関する資料、独自に抽出して分かりやすく解説しています。白書統計問題が得意な方、またはね、深入りしすぎず、得意な方はあまり深入りしすぎず、この試験での重要度の把握にご活用いただければと思いますということなんですけども、そうですね、こちらテキストがこんな風な感じでちょっと、3冊統計資料に特化したテキストなんですけども、こちら発送いたしますのでね、白黒ですけどもね、あとは先生の説明しているパワーポイントの画像とかはダウンロードできるようになってますので、ちょっとこう中身は白黒のテキストが送られるんですけども、ちゃんとカラーで見れますので、動画見ていただければ、統計資料のこう分野別に分かれたこう3つ3冊パート1パート2パート3がついてます。こちらね、はい、あと最後にですね、講座なんではないんですけども、こちら学科試験対策の書籍っていうのがありまして、これレックが出してるんですけど、この1から身につくということで、国家資格キャリアコンサルタント2級技能士にも対応している本になってます。本書の特徴がですね、傾向分析、今まで出てきた出題傾向ですね、出題傾向の分析、あと攻略ポイント、あと速習ステップテキスト、あと練習問題の4ステップで品質項目を効率的に学習できる本になってます。初学者でも安心の分かりやすい解説で、試験に出る確率の高い練習問題を厳選収録しています。で、これレック専任講師の小沢浩一先生なんですけども、こちらの先生はですね、学科過去問ポイント講座の藤原先生がやっている講座の講座のその分析もやっている先生でですね、キャリアコンサルティング2級技能士2級って書いてありますね。140近くの資格を取得しています。
いろんな資格を取ることをすごいやってらっしゃるんですね。まあ、そういうノウハウをもとに出題論点を抑えた問題解法のアプローチを提案してくれているっていう先生なんですけども、これ本がですね、まあ、こんなような本で、私ちょっとこれビニールのカバーつけてますけど、ここにね、宮城真理子先生っていうキャリコンの会の有名な先生がいらっしゃるんですけども、あの有名な先生が推薦してくださっているこの本です。こちら本当にあのしっかりこの本、まあこの本ね、しっかり学科の勉強の時にもうこれをしっかりやっていただければ、まあ、これもいいと思いますので、ぜひ求めていただければと思います。はい、では最後にですね、お問い合わせ先、はい、お問い合わせ先ですね、こちらになります。お申し込みお問い合わせはレック各本校、営業時間は各本校ホームページをご確認ください。レックコールセンターで、電話番号はこちらになっておりますので、お時間見ていただきましてね、お電話いただければと思います。まあ、試験に関するお問い合わせにつきましては、キャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでということで、こちら QR に二次元コードをつけてありますので、こちらでお問い合わせいただければと思います。はい、じゃあこちらで以上になります。ですね、まあ皆さん試験頑張っていただければと思います。あと論述試験、ね、あの面接試験もありますので頑張ってください。以上になります。